聖寛さんと私たちの楽しい物語より、なんと神様に応援を約束されたお財布作り、友を呼ぶ財布、東京都聖寛塾師範大高島良さん。さっきトイレで妙なことを言われました。2001年3月。 プレシードでの5時間講座の後半が始まった時、生官さんが頭の右上を指さしながら言いました。こちらの方が財布を作りなさいって言うんです。ありがとうという文字がたくさん書かれたお財布を作りなさい。そうしたら応援しますよって。変な話でしょうその話はここでさらりと終わり。 別の話題へと移って5時間講座は進んでいきましたすると参加者の女性が清官さんに言いました「先ほどお財布を作るというお話をされましたね」「私は東京の表参道でバッグやお財布などの革製品の企画製造販売をする会社をやっているんですが」 何かお手伝いできることがあればお声掛けください青函さんは驚いた表情でそうなんですか私は52年間生きてきてお財布を作るという話をしたのも初めてですがお財布を作っているという人に会ったのも今日が初めてですそこから話はトントン拍子に進みなんとわずか2ヶ月で完成新商品として発売となりました を呼ぶ財布の誕生ですこうした企画物というのは商品ができるまで通常は1年どんなに早くても半年はかかるそうですから異例の早さですしかも皮も既存のものではなく青函さんご指定の色に新たに染めるところからのスタートそういう場合は色ムラができたりして 大抵やり直しになるそうですがそれも一発で染め上がるなどとにかく普通では考えられない形で出来上がったのでしたキャメル色の牛革のお財布は開けるとたくさんの仲間を呼んでくれてありがとうおはようおかえりと刻印されていて札入れの部分は緑の生地に金文字で「ありがとう」がびっしりと書かれています。 ありがとうの文字はお金お札によってとっても心地よく他のお金の仲間たちにあのお財布はとっても気持ちがいいから入ってみるといいよと口コミを起こしてくれるらしいそれで「友を呼ぶ財布」と名付けられました「友を呼ぶ財布は」は発売直後から大人気評判が評判を呼び 文字通り飛ぶように売れました聖寛さんのグッズを扱う SKP 歌手ショップと聖寛さんの講演会でしか買えないことを考えると驚異的な売れ行きです。長財布と二つ折りの2タイプがありますが色はキャメルのみ「他の色はないんですか?」とのお問い合わせもたくさんいただきますが 生寛さんの方針で色もデザインも変えないままです。にもかかわらず売れ続けその数なんと累計で約4万個。一つのデザイン単体としてはギネス級ではないでしょうか。あの日生寛さんに告げられた応援しますよという言葉通りの展開になったのでした。応援されたのは お財布だけではありません友を呼ぶ財布を愛用する皆さんからもたくさんの声が届きました「お財布をこれにしたら臨時収入があった」「仕事や収入が増えた」「友を呼ぶ財布を落としてしまったが中身もそのままで見つかり戻ってきた」「喜ばれるお金の使い方ができるようになった」 臨時収入の金額は数千円から数万円、さらには数十万円から数百万円と様々ですが、僕の聞いている中での最高額はなんと2億円です。その方は初めて買った宝くじを友を呼ぶ財布に入れ、トイレ掃除とありがとうの実践を続けていたのでした。聖寛さんは お金との付き合い方について、貯め込まないこと、自分だけのために使わないこと、喜ばれるように使うことが大事と言っていましたが、この方はまさにその実践者でもあったのでしょう。その後もまた宝くじで高額当選をしたそうです。友を呼ぶ財布は、東京の下町の職人さんが一つ一つ丁寧に手作りしています。 不景気の時もこのお財布の注文のおかげで仕事がなくならずに済みとても助かりましたと感謝されたこともありました。応援しますよのメッセージから始まったこの不思議なお財布はお金だけでなく使う人売る人作る人